ユニクロ2023年秋冬展示会から、えー、WWD の写真をお借りしてちょっと見ていこうかなと思います。写真はね、えー、周平さんですね。お写真お借りします。WWD さん、ありがとうございます。モダンレイヤード、ね、スタイルっていうところで秋冬すっごい楽しみなんですよ。レイヤードスタイルで ワントーンコーデで色のグラデーションになったりしているんですね。こちら。分厚いアウターの代わりに重ね着提案が豊富、ね。写真は中綿入りピーコート、アーガイルセーター、シャツワンピース、ジーンズの重ね着。もう見事なレイヤードスタイルですよね。アーガイルセーター。ね、アーガイルセーターにシャツワンピーを組み合わせて、下はジーンズを履いて、 そして、ピーコートを着ている。帽子も被ってますよ。襟の感じも、シャツワンピースの襟をアーガイルセーターの上に出していて、そして、ピーコートと重ねています。すっごいレイヤードスタイルなんですが、色のトーンは、ワントーンコーデ、ブルー系のね、グラデーションにまとめています。そして、アクセントカラーとして、茶色のバッグなんか持ってるんですね。で、足元は、ローファー。 カジュアルにまとめている。なんかすっごいねかわいいなって思いました。このピコートの丈感もいいですよね。シャツワンピーの長さとピーコートの丈感これね変化があるじゃないですか。上下の変化があるのでとってもこう立体感があるコーディネートだと思います。さあこちらもレイヤードスタイルですね。 インナーにタートルを着て、そしてポロシャツ、ラガーシャツのようなものを着ています。そしてデニムシャツを着て、ジャケットを羽織っている。足元のデニムはロールアップをして、靴下を履いて、ロファーを履いて、そしてキャップをかぶっているっていうね、これも本当に見事なレイヤードスタイルのコーディネートだと思います。レディースです。このね、レディースのジャケットも気になりました。 ツイードですよね。ツイードの切りっぱなしな感じのジャケットになっています。モノトーンコーデの中にオレンジのアクセントカラー、そして顔周りには明るく見せるホワイトを使っています。でも、このホワイトのマフラーの上に綺麗なオレンジのアクセントカラーが来ているので、お顔周りが綺麗に見えますよね。で、帽子をかぶっていると顔周りに影ができるのですが、これもきちんと 首元に綺麗なカラーがあるので、顔も暗くならずにっていうところです。そして、このジャケットの上にベルトを締めています。ウエスト位置を高めに作っていて、そして、しっかりウエストをマークしているっていうところで変化があるのかなと思います。足元は黒い靴下に、これコインローファーでしょうかね、ブーツでしょうか。しっかりと黒のスカートとまとめていますね。 手元には白いグローブをはめていて、マフラーとのコーディネーションになっています。こちらのレイヤードスタイルも、茶系と冬のウィンターホワイトパンツを使っていますね、えー。シックな感じのコーディネートだと思います。茶系のグラデーション。でも一番上にオーバンストールを羽織っていて、これもレイヤードスタイルのとっても正当なコーディネートだと思います。 首元は高めのタートルにしてシュワシュワってね首のところにシワ感を作っています。そしてよく見てください。オーバンストール、埋め込んでいるように見えますよね。ウエスト位置にはめ込んであるように見えます。もしかしたらジャケットのボタンホールのところにうまくこうはめ込みをして止めになっているのかなと思います。 足元はパパンンププススス。ですね。ソックスにパンプスこのコーディネートもまだまだ継続ですね。タイツとかソックスにパンプスを合わせるというやり方です。そして帽子とこの足元の色をつないでいますね。こちらのメンズのコーディネートもすっごく綺麗です。赤いセーターのインナーに白いシャツを着て、 腰回りに抜け感を出してますね。白いシャツを出して抜け感を出しています。首元の白とウエストの白がつなぎ合わさって綺麗なコーディネートですね。多分、ブルゾーンはネイビーを使っているのではないかと思います。白と赤とネイビー、トリコロールで、下はキャメルでね、こう締めてますね。そして、この白いシャツと足元のスニーカーが 色の配色にベストマッチしているのではないかと思います。ニット帽もね、まだまだトレンドですね。こちらは全部カーキーでまとめた感じです。カーキーとネイビーのコーディネート、これもね、おしゃれですよね。そしてカーゴパンツがまだこの秋冬にもトレンド続行っていうところです。カーキーとネイビーのコーディネート、これもね、すっごく 綺麗な色の配色だと思います。私の好きな配色ですね。で、首周りには大きめのマフラー。これチェック柄なんですが、マフラーで変化をつけています。そして、ニット帽ですね。ニット帽の色と、このマフラーの色を合わせてます。シャツもネイビーでうまく合わせてますね。カジュアルなコーディネートだと思います。 こちらのね、カップルコーデもう綺麗ですよね。メンズの方は、車形にグリーンを合わせてます。これはもうイエローベースさんには持ってこいのコーディネートですね。で、ウエスト位置も高めのこのパンツ。このパンツね、多分新しいと思うのですが、ちょっとジョガーパンツのようなイメージに見えます。ももあたり、ヒップ周りがゆったりとして、 裾がすぼまっているタイプ。ヒップ周りが大きい方、お腹周りが大きい方には、こういうパンツいいですよね。そしてウエスト位置も高めになっているので、四角効果スタイリングで足長効果ありです。このボリュームのあるニットをお顔周りに合わせると、小顔効果っていう効果もありますね。 一方、レディースの方なんですが、これは縦のアイラインを作っているコーディネートです。インナーがブルー。ブルーというのは、抗体色といって痩せて見える。ちょっと遠くに見えるカラーなので、抗体色といって着痩せ効果があるんですね。それに白いジャケットを羽織っています。爽やかなコーディネート。そして、襟元に注目です。襟元は、これ、レイヤードスタイルですね。 ワンピースのインナーにシャツを着てそしてスカーフを巻いていますここねすごくこの襟周りに表情が出るコーディネートですねこちら違うアングルから見ています、えー、素敵なコーディネートだと思います結構ね大人なフェミニンな感じレディースはですねそしてメンズはアクティブな感じのコーディネートで大人カップルって感じで素敵かなと思いました こちらも先ほどのコーディネートの組み合わせになってますね。先ほど解説したコーディネートの組み合わせになっています。ちょっとね、この後ろの雰囲気なんかもうヨーロッパ風じゃないですか帽子もかぶっていますね。お帽子もコーディネートしています。さあ、全体のトーンを見るとこんな感じです。 やっぱり全体的にアウトドアスタイルのコーナーなんですが、レイアードスタイルですね。レイアードスタイルのいいところは、色のグラデーションを使ったり、そしてやっぱりこう変化があるし、体温調整なんていうところは機能的に優れているんじゃないかなと思います。こちらもアウトドアスタイルのコーナーですが、綺麗ですよね。このメンズのスタイリング。 イエローとオレンジ、そしてブルーの引き締め効果も使っています。で、ダウンなんかをもうわざとね、袖まくりをして、下のものを見せてますよね。これ下はフリースじゃないかなと思うんですが、レイヤードスタイルでダウンの袖まくりで下のフリースを見せたり、そしてその下にはシャツも見せたりしています。このコーディネートはぜひ真似してみたいですね。 このアウトドアスタイルのコーナーでは、釣りとか、本当にね、アウトドアを意識して、ちゃんと設定されてますね。このお顔周り、一番上のね、ピンクのニット帽、これもね、顔周りを明るく見せてくれるコーディネートになっています。で、黄色のね、綺麗なイエローのマフラーなんかも、すごくアクセントカラーになっているなと思います。 大きめのこのチェックですね。ウィンドウペーンチェックみたいなものは大柄な方にお似合いになるアイテムです。この、まあ、男女兼用なのかレディースなのかわかりませんが、このイエローのダウン、このダウンはちょっと実物をぜひ見たいなと思います。ダウンもね、こんな感じで明るいダウンを着るととってもこう爽やかに明るい っていう感じがしますよねダウン明るめいいと思いますこんな風に明るめのイエローダウンの中に引き締め効果のあるネイビーなんかを使うと着気せ効果もありますね一番上のトップスを明るめを着てもインナーが締まったカラーにすると着気せ効果抜群ですそしてこのダウンの丈感もいいですねちょっとショート丈になっています パンツはコーディロイのような気がします。ユニクロさんのコーディロイパンツ。ね、これも引き続きいい感じのアイテムではないかなと思います。メンズのグレーも綺麗ですねで。しっかりこのね、メンズのグレー、ライトグレーのダウンに足元を見てください。足元もね、ライトグレーでちゃんと色をつないでいます。さあ、こちらはね、ネイビーの ダウンなんですが、これ、去年から引き続きだと、リサイクルダウンなのかなっていう気がしますね。ダウン・オン・ダウンのコーディネート。下にはね、ベストなのか、ちょっと薄手のダウンなのか。これも、色、エンジ明るめと、このニット帽の色が繋がってますね。で、袖口を見てください。袖口には、綺麗なパープル。このパープルで、 これ一番下のインナーなのかなと思うのですが、やっぱりね、袖をレイヤードしてしっかり下のインナーを見せています。この着こなしありですね。レディースの方はインナーを白にしてスッキリしたコーディネートにしていますが、一番上のアウターを少しね、ロング丈に作ってあります。そしてワンストラップシューズを履いてますね。これは、 タウンに着られるカジュアルコーデだと思います。パンツも綺麗めなパンツを合わせてますね。さあ、このコーディネートも可愛らしいですね。チェックオンチェックのコーディネートです。一番上はね、ショート丈のグリーンのダウンを着て、引き締め効果ありです。このスカートもね、 前回から巻きスカートになっていて、そして下にも引けるっていうタイプなので、アウトドアにはぴったりですね。ウエストラインにこのチェックを巻いていることによって、このレイヤードスタイルもすごく立体感があると思います。チェックオンチェックの素敵なコーディネートだと思いました。レディースのインラインの商品ですね。すごく綺麗じゃないですか。白からこの 優しいイエローそしてオレンジねこのね今季のイエローカラーとってもいいかなと思いますこれもぜひ見てみたいですねイエローのグラデーション白からイエローのグラデーションすっごく優しいコーディネートにまとまるのではないかなと思いましたということで wwd のお写真からは 多分インラインの商品じゃないかなっていうのを見てきました。そして GQ ですね。GQ ではユニクロ U が取り上げられています。さあもうね、GQ にこうやって綺麗に写真を上げていただくと、もうすでにユニクロって感じしないですよね。すっごくかっこいいアイテムに見えます。 これね、リバーシブルスタンドジャケットって書いてありますね。リバーシブルになっているみたいです。ニット帽ニットビーニーですね。これも引き続き、まあ、ニット帽ね、すごいトレンドあるので、引き続きです。そしてこのユニクロ U のワンピースのカラー、綺麗じゃないですかチョコレートカラーですね。まあ、本当にね、高見えします。GQ さんがこうやってあげているとね。 はい。綺麗なチョコレート色のワンピース、ユニクロ U。これもね、見てみたいですね。早く見てみたいです。ブラッシュド・ジャージ・タートルネック・ワンピースというワンピースですね。ブラッシュド・ジャージ・プル・パーカーですね。このプル・パーカーの色も綺麗ですね。いやいや、本当にね、ユニクロって感じしないですね。まあ あの、それほどね、ユニクロのクオリティが上がっているっていうことなんですけどね。ドローストリングバッグ、スモール。これも人気商品ですね。色はちょっとエンジがかった茶系に見えるのですが、秋カラー。綺麗な秋カラーですね。D からね、見ていくと、先ほど WWD でも見た、このジャケット。オンにもオフにも使えそうなジャケットですね。 これがなんと裏地がしっかりついていて5,990円だそうですよ。ツイードのジャケット。ちょっとこの切りっぱなしになっていて、ショート丈っていうところがいいかなと思います。7月中旬予定。もうすぐじゃないですか。エクストラファインメリのリブロングスリーブポロカーデガン、ね。この色も綺麗です。3,990円。もう価格がいいですよね、ユニクロさん。この 細ゲージっていうのも、こう、体のラインを拾うんですが、細見え効果があるかなと思います。コーディロイのこのバッグ、これもね、お値段が1500円。めちゃめちゃ可愛いですね。ショルダーバッグの新作、これすっごい高見えするんじゃないかなと思いました。ザータッチワンハンドルバッグっていうね、まあ、 レザータッチっていうことなので、レザーではないので、雨の日でも使えますよね。で、この半月型っていうね、このバッグ、デザインが、やっぱりね、トレンド続行ですね。で、長さ調節ができるようになっています。この色もいいですよね。これがなんと、絶対見えない、見えるはずがないって書いてありますね。2990円。ジッパータイプ。しかもこのジッパーのお色が、 ゴールドっていうところがおしゃれかなと思いました。バーガンディ色ですね。エンジの少しこっくりしたワインレッドより少しね、あのパープルがかっているっていうんでしょうか。バーガンディ。このバーガンディっていうお色は日本人の黒髪にとっても合うんですよね。あと少しね、シルバーグレーみたいなヘアスタイルの色にもあるか、合うかなと思います。 平層の高い男性に着ていただきたいカラーの一つですね。ダウンならパウダーソフトジャケットって書いてありますね。この A ラインのね、ジャケットです。そしてショート丈になっている。プラス J からのノリでインラインがこんな感じになったっていう感じですね。ショート丈で A ラインジャケット。綺麗ですよね。 横から見るとね、少し後ろの丈感が長くなっている感じです。ベストです。ベストもね、少しこれボリュームがありますね。レイヤードスタイルにはぴったりですよね。ベストっていうのは。このお色も綺麗なお色だと思います。テトテックのね、タートル。これもね、もう皆さん持っているアイテムではないかなと思います。もう私も タートルね、だんだん首回りにね、シワもできてきます。そして保温性にも優れているのでね。これは定番アイテムですね。いろんなカラーがあります。J.W. アンダーソンです。ねかわいいですよね。やっぱりイングリッシュテイスト、ね、米国テイストが引き続きっていうところでしょう。ソックスはもう定番ですよね。J.W. アンダーソンのソックスは 本当に可愛いです。小物も可愛いですよね。バッグも定番になってきました。イネスです。イネスはね、発色のいいカラーニットになっているっていうことですね。イネスももうすっかり定番化です。2014年から始まってますからね。パリのテイストをね、しっかり取り込める。なんかね、今回このちょっとネイビー、ブルーカラーのブラウスとか、 気になりますね。ブルートーンです。ワイドパンツっていうのもね、来るんでしょう。今回のテーマは、フークロワそして、春夏から続いてシアーシャツ。ね、ちょっと透け感のあるものが、レイヤードスタイルで提案されているっていうことですね。さあ、このね、袖口が、カラーが変わっているっていうのも、イネスのもう定番になってきましたね。ピンクにブルー。 ネイビーに、茶系っていうね、こ、うんな、で、少し今までよりは、この襟元が太い感じになってますね。袖口もしっかりと、カラー、ブロックができています。ということで、ユニクロさんの秋冬の新作を今日は、WWD さん GQ、 リーのサイトからお借りしてちょっと解説してみました、えー。サイトをお借りさせていただいてありがとうございました。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しています。この情報が皆様のお役に立てたら嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。早くユニクロの 公式サイトで見てみたいですね。